北へ飛んでもろくなことはない。ストーリー、中山幸子。出演、大川康樹。北西の風が吹き始めると北からの伝言が届く。北へ飛んでもろくなことはない。去年も同じだった。その前も、その前の前の年もだ。六本の足と四枚の羽を持つ君たちの祖先がこの星に登場したのは三億年ばかり昔のことで、200万年前にはだいたい今の姿になったはずだ。多分その頃からだろう。北の風は毎年同じ伝言を運んでいるだろう。北へ飛んでもろくなことはない。もともと君たちは暖かい土地でないと生きられない南の蝶だ。なのに伊豆半島で春に生まれた仲間も房総半島の仲間もどうして北へ向かって飛ばずにはいられないのだろう。春、ふるさとを追われるように旅に出る蝶は、体は大人だが未成熟な蝶だ。旅の途中で一人前になり、たくさんの子孫を作り、親子ともども北へ飛んでいく。奥羽山脈を越えて日本海にも出るし、津軽海峡だって渡る。そうして夏の間旅を続けた君たちは、秋になると日本各地のどこにでもいる見慣れた蝶、ウラナミシジミとしてみんなに認識される。それから冬がやってくる。冬は絶滅の季節だ。霜が降りる頃になると、ふるさとを出て北へ飛んだ君たちは一匹残らず死んでしまう。卵もさなぎも成虫も、寒さは容赦なく君たちを殺すのだ。何万年かかっても君たちは冬を生きて越える体の仕組みを手に入れることができない。なのになぜ君たちは北へ飛ばずにはいられないのだろう。北西の風が今年も死んでいった仲間からの伝言を運んでくる。北へ飛んでもろくなことはない。伝言は暖かいふるさとに残って冬を生き延びたわずかな仲間が受け取るだろう。そしてまた春が来ると君たちの新しい仲間が絶滅を目指して北へ飛ぶだろう。